遅いぞタクト、いつになったら交代しに来るんだ。しょうがないから探しに来ちまったじゃないか。大事な用ってのは女とかくれんぼすることか。ランファが通路の陰に隠れてこっちを見てるぞ。頭が引っ込んだ。さてはお前、ランファに何かやらかしたのか。それはそうとタクト、お前いつからそんなに歩くのが速くなったんだ。さっき食堂にいただろう。ちょうど出ていくところだったんで追いかけてきたんだが、やっと追いつけた。そんなはずはない。あれは絶対にお前だった。この俺が言うんだから間違いない。本当に自覚がないのか。もし事実だとしたら、あれだな。やばいぜお前。よく言うだろう。死期が近いやつは違う場所で同時に目撃されることがあるって。あれだよあれ、宇宙ドッペルゲンガー現象。ちょっとそれ本当なの？タクトってもうすぐ死んじゃうわけ？でも違う場所で同時に目撃されると死んじゃうんでしょ？私ずっとタクトのこと見張っていたけど、食堂なんて行ってないわよ。ってことはやっぱりタクトの宇宙ドッペルゲンガーか。それならタクトが2人いるってことかしら。実はあんた双子だったとか。うん、そういう可能性もあるな。双子でもない。じゃあやっぱり覗きの犯人はあんたってことになるじゃないの。わかった、あんた超能力に目覚めたのよ。エオニア軍に追い詰められたのがきっかけで、テレポーテーション能力で一瞬のうちに艦内を移動したり無限に分裂したり。違う？ことなのよ。どうしても無実だって言い張るんなら、あんたがもう一人いるっていう証拠を見せなさいよ。ところでランファ、タクトに何か用でもあるのか。隠れたり走ってきたりわめいたり、なんか変だぞ。ランファのやつ、また遠くからこっちを見てるぞ。何やってんだお前たち。ああ、まだ5分も経ってないぜ。俺との交代はどうなるんだ。たく、一つ貸しにしとくぜ。ああそうだ、もし本当に宇宙ドッペルゲンガーだったとしても捕まえて連行したりするなよ。
まってるだろう。お前が本当に二人もいたら鬱陶しくてかなわないからな。こんにちは。どこか具合でも悪いのですか？そうですか。黒見えさんでしたら特に異常はありません。こちらへ。わざわざすみません。検査は終了しました。脈拍、血圧すべて正常。肉体、精神ともに異常は認められません。気分が悪ければまだ休んでいた方がいいわよ。ありがとうございます先生。でももう大丈夫です。そろそろ戻ります。管理室までお送りします。そうですね。まさか、宇宙ドッペルゲンガー？噂では聞いたことがありますけど。どうかしましたか？わかりました。それでは失礼します。あ、タクトさん、いらっしゃいませ。どんなご用ですか？宇宙クジラにエンジェル隊の皆さんの気持ちを聞いてみましょうか。わかりました。では少々お待ちください。感じみたいです。もう一度ご覧になりますか？そうですか。またご覧になりたくなったらいつでもどうぞ。
私上に行くんですけど、タクトさんは？もし同じでしたら一緒に乗りますか？いらっしゃいませ。はあ、指令は本日は初めてご来店いただいたはずですが。何か探し物でも。そうなんですか、なんかスリルとサスペンスですね。ああそうだ、だったらアンパンと牛乳を召し上がってみてはいかがでしょう。アンパンと牛乳は操作中の食事の定番です。きっとこれを食べると頭が冴えてくるからじゃないですか。ありがとうございます。探しても見つからない。ここにはないのかしら。
ねえ、さすがにこんなところにお守りは落ちてないと思うわよ。そりゃそうだけど、ここをくまなく探すのはかなり骨が折れるわね。当たり前でしょ、それくらい。今のは、そう、ちょっとあんたの根性を試してみただけなんだから。あう、使えた。ここまで探してもないってことは、とりあえず他の場所に行くべきだってことは確実よね。物はいいようね、まったく。確かにその可能性もあるわね。あら、覗きの犯人にしては良心的なセリフね。冗談よ。じゃあちょっと待ってて。ダメ、なかったよ。別の場所を探しましょう。何かあったのかしら。ああ、あなた、よくもまあのこのこと戻ってこれたわね。ケイラ先生が編んでいたセーターが何者かの手によってバラバラにほどかれてしまったのです。何者かじゃないわ、犯人はあなたよ、マイヤーズ司令。私とバニラが少しの間ここを開けていた隙にあなたが入ってきてやったのよ。私はこの目で見たんだから。医務室に帰ってきたら、ちょうど司令が入れ違いに出て行ったの。腕に毛糸を絡ませたままでね。不思議に思って中に入ったら、その毛糸はセーターにつながっていたのよ。慌てて糸を切ったけど、もう手遅れだったわ。そうなの？なんだかよくわからないんだけど。本当なのですか？はあ、それが人に物を頼む態度？まあいいわ。先生、バニラ、タクトはそんなことしてないわよ。私ずっと一緒にいたもの。少なくともこの件はこいつが犯人じゃないわ。あら、そうなの？そういえば私が見た時は司令は一人だけだったし。ランファさんがそうおっしゃるのでしたら信じます。まだ覗きの容疑は晴れてないけどね。ごまかしたわね。だけどここにはないと思うわ。最近医務室のお世話になったことはないもの。
よろしくお願いします。ミルフィーの部屋には私もよく遊びに行くから、ここでお守りを落としたのかもしれないわ。ミルフィー、いる？入るわよ。あ、ランファ、空いてるからどうぞ。いいですよ、タクトさん、入ってください。いらっしゃい、タクトさん、ランファ。展望公園の整備が終わったそうですよ。これからピクニックに行きませんか？悪いけど、また今度ね。私たち探し物の途中なの。あの、探し物って何ですか？そんなことより私のお守りよ。お財布についてたやつ、あんたの部屋に落ちてない？あのお守り？あったかな。でもタクトさんの言う真犯人も気になるな。タクトさん、それは誰なんですか？そんなことよりお守りよ。ほらタクト、あんたの。それでいいのよ。そうね、真犯人のことも聞きたいけど、ランファのお守りも大事だもんね。私も手伝う。ダメだわ、見つかんない。ごめんね、ランファ、役に立てなくて。いいのよ、さてと、じゃあ次の場所を探しに行くか。そうかもしれないわね。探してみましょう。あら、こんにちは。タクトさんたちもお茶をいかがですか？そうそう、自分のやるべきことを分かってるじゃない。ごめんね、ミント。お忙しそうですわね。何をお探しですの？私のお財布についてるお守りをね。ここにも見当たらないわ。ええ、おっしゃる通りですわ。いえ、実はもう調べてみましたけれど、タクトさんの表層意識は無実だと言っているのですが、真相は分かりませんし。人間は思い込みや勘違いなどで、本当は自分がしたことでもやってないと錯覚してしまう場合があるんですの。
どちらにしてもテレパシーを使ったところでタクトさんの無実を納得させられる証拠にはなりませんし。そうね、ミントには悪いけど私はこの目で見たことしか信じないわよ。そんなにがっかりなさらないでください。きっと潔白が証明される時が来ますわ。本当に無実であればですけど。はい、タクトさん、ごきげんよう。それどころじゃないわ。フォルテさんの銃がバラバラになってる。その声はランファと司令官殿かい？いいところに来たね。これから面白いものを見せてやるよ。分かった、拳銃を組み立て直すんですね。その通り。いいかい、行くよ。まずこいつをこうして、それからこれを。これくらい朝飯前だよ。ふーん、やるわね。じゃあ、ランファ、あんただろう。ここのネジとそっちのネジを入れ替えたのは。それとバネが1本足りなくなってる。ほら、返してもらおうか。うそ、どうしてわかったんですか、フォルテさん。見なくてもできるくらいまで何度もやってりゃ誰でもわかるようになるさ。重機の扱いならお手の物さ。知りたいことがあったらいつでも聞きにおいで。さすがはポルテさんね。はい、返します。せっかくタイムを測っていたってのに、これじゃやり直しだね。ごめんなさい。別にいいよ。ところで何時に来たんだい？そうだったわ。実はこういう形のお守りを探してるんですけど。お守り？さあ、ここじゃ見たことないね。じゃあフォルテさん、私たちは別のところを探してみます。ああ、見つけたよ。ちょっとこっち来な。とぼけたって無駄だよ。私の銃のネジを返しな。妙な気配を感じたんで目を開けたら、お前さんが外に出ていくところだった。そしたらネジが一本なくなってたんだよ。はあ？嘘をつくならもっとマシな嘘にしな。私も半信半疑なんですけど、とりあえずネジを取ったのがここにいるタクトじゃないってことは私が保証します。そうなのかい？なんかよくわからないけど、なんかがそういう以上そうなのかね。私も急いで後を追いかけたんだけど、ここで見失ったのさ。
テさんの射撃訓練場は D ブロック、ここが C ブロックで、私たちが来る時にはもう一人のタクトを見かけなかったから。なるほど、そうかもね。まあ、それぐらいは予想できて当然よね。悪いけど、私は射撃訓練場に戻るよ。銃をばらしたまま放り出してきちまったからね。犯人探しは私たちに任せといてください。あら、タクトさん、もう戻ってこられたんですの？ついさっきエレベーターに乗って上へ行かれたのを見かけたのですが。タクト、ひょっとして。では先ほどの話は本当でしたの？いえ、お役に立てたのでしたら幸いですわ。とにかく後を追いましょう。ここから上に行ったんならあとは A ブロックしかないわ。気をつけて。見当たらないわね、私のお守りも。ああ、こんなところに落ちてたの。よかった、一時はどうなることかと思っちゃった。案外みんなが仕掛けたドッキリ企画でしたなんてオチだったりして。タクト、ちょっといいか？ん？何の話だ？それより、さっきモニターにお前らしき人影が映ったんだ。それって、ここにいる本物のタクトじゃないの？いや、人影は一人だった。お前らみたいに二人でイチャイチャしたりはしてなかったぜ。誰もイチャイチャなんてしてないわよ。展望公園の方へ向かったようだが、それから先の足取りはつかめてない。館内モニターの調子がおかしくて映像が途切れがちでな。さっき敵の攻撃を受けてから館内のセキュリティシステムがやけに不安定なんだ。どうもやばい感じがするぜ。うん、わかったわ。いや別に、たった 2,3 分の間にそんなに変わるわけないだろう。何言ってやがる。
ついさっきこのブリッジに来たばかりだろうが。ええ、私たちも見てましたよ。マイヤーズ司令が入ってきたので、クールダラス副司令が異常なしと報告なさっていました。そしたらお前、黙ったままですぐ出て行ったじゃないか。あれが宇宙ドッペルゲンガーだったのか。また見ちまった。おい、タクト。あら、タクトじゃない。奇遇ね、こんなところでばったり会うなんて。私、用事を思い出したわ。じゃあね。じー。何かご用でしょうか。王子はただいま舞踊の稽古のお時間でございます。いいえ、これといって何かあったのですか。いや、あの後は特にないな。そっちはどうだ。宇宙ドッペルゲンガーは見つかったか。一応こっちでも館内の様子はモニターしているから、何かあったら連絡を入れる。ところでタクト、あいつは何やってんだ。ほら、そこで何かの昆虫みたいに這いつくばって床を観察してるお前の連れ。昆虫とは何よ。昆虫とは、私は必死なんだからね。へいへい、そりゃ悪かったな。あ、マイヤーズ司令、シバ王子をお見かけになりませんでしたか。私たちが少し目を離していた間に外へお出かけになられたようなのです。散歩にでも行ったのかしら。たまには外の空気も吸いたくなるでしょうから、別にいいんじゃない。まあ、なんてことでしょう。王子にもしものことがあったら。また探し物が増えちゃったわね。そうね、念入りに調べてみた方が良さそうね。ちょっと、何ぼさっとしてんのよ。あんたも手伝ってよ。こういう場合だし、構わないわよ。こっちから探してって頼んだんだし。さ、入って。見物してないで、お守り探してよ。
ほら、あんたはあっちの床から。テーブルに頭ぶつけちゃったわ。ズキズキする。ちょっと、いつまで触ってんのよ。ありがとう。はあ、よかった。一時はどうなることかと思っちゃった。うん、これはね、私の一番大切なものなの。パイロット学校に入学して故郷を出てくるとき、お守りだよって弟たちがプレゼントしてくれたの。私がお金持ちになるようにってね。私の星では、うちでの小槌は金を呼ぶって言い伝えがあるの。自分のことを話すのは、なんか恥ずかしいんだけど、私んちって家族が多いんだ。小さい頃からいろいろと大変だったわ。そうね、食事の時なんかみんなでおかずの取り合いだし、お風呂も何もかも順番待ちだし、もう毎日喧嘩ばっかり。本当はみんな仲いいのよ。このうちでの小槌がいい例よ。故郷を離れるときに、姉ちゃんだけでもいい生活してくれよって弟たちがくれたの。まったく、不器用なのにね。ほら、ここんとこ形が歪んでるでしょ。ありがとう。だから私もいつもお給料から仕送りしてるんだ。あんたたちがくれたうちでの小槌のおかげでこんなにお金持ちになったよってね。手紙やプレゼントも一緒に。そんなの当然じゃない。家族を大事にしないやつは最低よ。どうしたのよ、人の顔ジロジロ見て。何バカなこと言ってんのよ。家族のことを愛してるって言って何が悪いわけ？何よそれ。まあいいけど。タクト、もう一度お礼を言うわ。お守り見つけてくれてどうもありがとう。よし、お守りは見つかったし、これで一件落着ね。ん？そうだったっけ？別にもうどうでもいいわよ。私許してあげるから。
私も付き合うわ。一緒に真犯人を探しましょう。案外、みんなが仕掛けたドッキリ企画でした。なんてオチだったりして。あっ。タクトさん、うわー、停電？どうした、タクト？わかった、すぐに人をやる。しばらく待ってろ。そうですね。あの、タクトさん。さっきは、覗きの真犯人を見つけるって言ってましたけど。そうおっしゃるのならきっと本当だと思います。だから私は信じます。いえ、今外から声が聞こえませんでした？助けが来たんでしょうか？扉が開きますよ。どりゃあ！ミルフィ、タクト、無事？いいから早くここから出なさいよ。うん、タクトさん、とりあえず出ましょう。回りしてたのよ。でもいつまで経ってもあんたたちが出てこないからエレベーターの扉をこじ開けたの。勘違いしないでよ。あんたを助けようと思ってやったことじゃないわ。私はただそう、ミルフィーがあんたみたいなやつと一緒にいたら何されるか心配だったから来てみただけよ。タクトさんはそんなことする人じゃないよ。ふん、容疑は晴れてないんだからね。怪しいもんだわ。え？あ、私そんなこと言った？どうして急にエレベーターが止まっちゃったんでしょうね。ああ、無事だったか、タクト。どうも一時的に電源が落ちてたらしい。原因はこれから調べてみるが。あ、タクトさん、それじゃあ私はこれで。
じゃあ失礼します。わかりました。今の話聞いて、はい、しっかりと。ひー、私はもう終わりだわ。冷静沈着、仕事一筋な私のイメージが。班長。班長、リッキー君のファンだったんですね。あ、こんな身近に同じアニーズ好きな人がいたなんて。あ、え、お二人とも。実は私、ジュー君の大ファンなんです。私はリッキー君とトムウィング君の。あなたたちみんなアニーズのファンだったの？はい、今まで言い出せなかったんですけど、私もそうなんです。年下の男の子のファンだなんて言ったら笑われるかと思って。だから、でも取り越し苦労だったんですね。みんながみんな必死に隠していたなんてバカみたい。嬉しいわ。これでもう堂々とリッキー君を応援できるのね。もちろんです、班長。私たち今本当の意味で仲間になれた気がします。私たちの青春と情熱をアニーズのみんなにぶつけましょう。ええ、そうね。お揃いのハッピーとうちわも作りましょう。わかるわ、その気持ち。アニーズの男の子たちは美形揃いだもんね。まあ、私の趣味はどっちかというと同い年以上だけど、
った。よーし、なんだか燃えてきたわ。みんな、これから一緒に応援コールと振り付けの練習よ。はい、班長。はあ？司令さん、さっき出て行ったばかりじゃないの。やっぱり何か食べたかったのかい？ああ、食事をするでもなく、あたりをキョロキョロ見回していたけど。どこに行ったかって、今ここにいるじゃないの。やだよ、あんたまだ若いのに。いらっしゃいませ。はあ、司令は本日は初めてご来店いただいたはずですが。何か探し物でも。そうなんですか。なんかスリルとサスペンスですね。ああ、そうだ。だったら、アンパンと牛乳を召し上がってみてはいかがでしょう。わかりました。信じます。先生、タクトさんは嘘はついていません。そう。バニラがそう言うのなら、私も信じるわ。もっとも、まだ覗きの容疑は晴れてないけどね。任したわね。だけどここにはないと思うわ。最近医務室のお世話になったことはないもの。よろしくお願いします。このネジとそこのネジを入れ替えてバネを一本隠したってんだろ。驚くほどのことじゃないよ。ま、
教えようとしてくれたのには感謝するよ。見なくてもできるくらいまで何度もやってりゃ誰でも分かるようになるさ。銃器の扱いならお手の物さ。知りたいことがあったらいつでも聞きにおいで。さすがはフォルテさんね。はい、返します。せっかくタイムを測っていたってのに、これじゃやり直しだね。ごめんなさい。別にいいよ。ところで何時に来たんだい？あ、そうだった。実はこういう形のお守りを探してるんですけど。お守り？さあ、ここじゃ見たことないね。フォルテさん、私たちは別のところを探してみます。あっ、そうですか、嬉しいですわ。では何になさいます？せっかくだけど、私たち探し物があるの。ミント、また今度ね。忙しそうですわね。何をお探しですの？私のお財布についてるお守りをね。ここにも見当たらないわ。ええ、おっしゃる通りですわ。実はもう調べてみましたけれど、タクトさんの表層意識は無実だと言っているのですが、真相は分かりませんし。人間は思い込みや勘違いなどで、本当は自分がしたことでもやってないと錯覚してしまう場合があるんですの。どちらにしてもテレパス、タクトさんが二人？それって大変じゃないですか。疑うことも覚えた方がいいと思うわよ。え、そうかな？なんで？もういいわ。とにかく頑張ってくださいね、タクトさん。私、陰ながら応援してますから。陰ながらって、つまり自分では手伝う気ないってことじゃない？だって、やっぱりちょっと怖いし。そんなことだろうと思ったわ。さあ、それよかお守り探しよ。あんたも付き合いなさい、ミルフィ。うん、そっちだったらいくらでも。ダメだわ、見つかんない。
ランファ役に立てなくて。いいのよ、ミルフィー。さてと、じゃあ次の場所を探しに行くか。何の話？それよりさっきモニターに、いや、て、かん、さっき、ここにはいないんじゃないかしら。うん、そうね。うん。ねえ、タクト。あの、ね。あんたって、意外といいやつなのね。正直、最初は頼りないやつって思ってたけど、私、勘違いしてたみたい。いろいろと気を使ってくれたり、責任感のあるとこ見せてくれたり、ちょっぴり見直したわ。喋って。タクトが悪いんじゃない。誰かいるなんて脅かすようなこと言ったり、私を置いてどこかに行こうとするし。そう思うんだったら何とかしてよ。喋ってよ。何でもいいから。何をしているのだ、そなたたち。気分転換に散歩でもと思ってな。そなたたちこそ何をしているのだ。もしや私は何かの務めの邪魔をしたか。とんでもありません。ねえ、タクト。うん、そうか。ところで、先ほどの停電は何事だ？
今のは何の音だ？あの茂みの向こうに何かいるわ。ちょっと待って、あれは。嘘！あれってタクトじゃない。気にしたのはあいつだったのね。よーし、恨み晴らしてやる。何？急に煙が。何も見えないわよ。大丈夫だ。心配には及ばぬ。煙が晴れてきたわ。あれは？ああ、タクトが二人並んでる。瓜二つだな。どちらが本物なのだ？俺が本物です。俺が。こいつ俺の声を真似してるぞ。お約束な展開だな。だから俺だって言ってるだろ。これでは区別がつかんな。もうめんどくさいわ。どっちもやっつけちゃえば文句ないでしょ。おいおい、そんな乱暴な解決方法はないだろう。今のうちに謝っておくわね。タクト、痛かったらごめんなさい。さーて、まずは右からよ。今度はこっち。向こうのタクトの様子が変よ。何こいつ、タクトからロボットに変身したわ。人間そっくり。このグローブが偽物の正体だったのね。さっきはよくもタクトを蹴ったわね。許せない。まあ良いではないか。細かいことなど気にせずとも良い。きっちり落とし前をつけてもらうわよ。くらえ！超必殺一文字流星キック！見事な手並みだ、ランファ・フランボワーズ。褒めて使わす。ありがとうございます。タクト、これでお守り探しに付き合ってもらった借りはチャラだからね。あれは危険防止のためのやむを得ない処置よ。まあ、不可抗力ってやつ。
したマイヤーズ、残骸を調べて何か分かったのか。なるほど、シバ王子が白き月にいないと分かったら真っ先に疑うのはエルシオールよね。では私が部屋から出ない方が良かったのか。ともかく宇宙ドッペルゲンガー事件は解決ね。まあ私はタクトのことを信じてるけど。あら、そうだったかしら。記憶にないわ。エオニア様、エルシオールのドライブアウト先が判明いたしました。うん、尻尾を掴んだ。シバの身柄は何としても確保すれば。先回りして奴らを抑える。はっ、すでに親衛艦を含む艦隊を差し向けております。後を追っているカミューたちにも伝えろ。今後は本気でかかれと。はっ、かしこまりました。エルシオールと紋章機、必ずや討ち取ってご覧に入れましょう。白き月の紋章機、なかなか興味深い。あるいは私が出ることに。ローム整形まですんなり行かせてはくれないってわけか。だとするとドライブアウト直後が危ないな。敵が待ち構えている可能性が高い。エンジェル隊の発進準備をしておいた方がいいぜ。ドライブアウトし、通常空間に移行します。エルシオール、ドライブアウトしました。艦内には異常なし。前方に敵艦隊確認。予想通りだな。悪い意味で。敵艦隊の分析が完了しました。モニターに出します。敵艦隊の編成は巡洋艦に駆逐艦、それに艦首不明の大型艦か。分析結果によると長射程のミサイル艦と思われます。速度も比較的高いようです。そうか、こう囲まれていると
迂闊には動けないな。どうする、タクト。もう一度作戦内容を確認する。了解。敵の新型艦は射程距離が長い。接近するときは気をつけろよ。心配いらないわよ。全部かわして懐に飛び込んでやるわ。その意気だ。でもあまり無茶はするなよ。オッケー、任せといて。はい、タクトさん、行動を開始します。オッケー、任せといて。
ハーベスター了解。目標を捉えた。どう？すぐに撃ち落としてあげるよ。見事なもんでしょう。よし、命中。だんだん調子が出し、狙いはそれだよ。もう一度行ってくる。トリックマスター、攻撃に成功いたします。もう許さないわよ。4番かまされたが、次は外さないよ。敵を確認。ミルフィーユ、行きます。気合入ってるわよ、タクト。オッケー、任せといて。はい、タクトさん、行動を開始します。ハーベスター、攻撃外れちゃいました。もう一回行ってきます。攻撃を開始しました。私が調子、タクトのおかげよね。オッケー、任せといて。今の攻撃でかなりダメージを与えられたと。ふん、そんなヘナチョコ玉なんか当たってやらないよ。私、タクトのために頑張るわね。狙いがそれました。敵の破壊に成功。さあ、何拾ったのよ。分かったわ、タクト。今のは効いたようだね。早くなら負けないよ。了解しました。少し油断したわ。外れました。でもこれぐらい平気よ。攻撃を回避、ダメージが減らせ。タクトさん、今のグッドな攻撃効いてました。私をご覧になっているのですか。目標を確認。攻撃に移ります。今の絶妙な攻撃が当たってないの。攻撃を回避します。やっぴー、ど真ん中。やったわ、見た見た、今の一撃。了解、すぐに向かうわ。はい、タクトさん、行動を開始します。タクト、見てなさいよ、私の華麗な攻撃を。敵の攻撃も大したことないわね。簡単に避けちゃったわ。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ、機動力が。目標を捉えた。スクラップにしてあげるわ。目標を確認。私の戦いしっかり見ていくね、タクト。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ、機動力が。目標の中枢部の位置、5番機目標を撃破。以上です、タクトさん。オッケー、任せといて。了解しました。今の攻撃は計算以上の効果を上げられました。リペアウェーブ、レーダーの反応。タクトが守っていてくれれば負ける気がしないわ。攻撃を回避しました。問題ありません。こは、今のは効いたみたい。よし、もう一息。さあ、タクトも見てることだし、バリバリ頑張っちゃいますか。やっぴー、ど真ん中。オッケー、任せといて。ハーベスター、目標からの攻撃をかわしました。今日はあんたのことちょっと見直したわ。あたしっては絶好調。自分の才能が怖いわ。さあ、タクトも見てることだし、バリバリ頑張っちゃいますか。アンカークロー。敵を確認した。4番機攻撃を開始。こういうこともあるわよね。分かったわ、タクト。
攻撃回避したわ。機動力が違うのよ、機動力が。目標を捉えた。スクラップにしてあげるわ。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ、機動力が。目標の中枢部に命中。攻撃が外れました。申し訳ありません、タクトさん。タクト、他のみんなは大丈夫？全体の指揮も忘れないでよ。敵の攻撃エネルギーが足りなくなってきたけど、呼吸はまだ大丈夫かな。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ、機動力が。攻撃を回避、ダメージはありません。敵艦隊全て沈没しました。よし、俺たちの勝ちだ。みんな、よくやってくれた。文句なしの大勝利だな。大したやつだぜ、お前は。かなり手早く片付けられたしな。エンジェル隊の運用は、俺から見てもよくできていたと思うぜ。お、エンジェル隊が戻ってきたようだ。やったわよ、タクト。私とあんたが組めばもう無敵よね。なんだってあんたは私の、はあ、怖かった。とりあえず勝ててよかったです。私、今日はちょっと調子が悪かったみたいですわ。ちょいと食い足りないね。私にももっと獲物を分けてくれよ。タクトさんの指揮に感謝します。あ、賛成。みんな行きましょう。しょうがないわね、付き合ってあげるわよ。なるほど、覗きの犯人はお前さんじゃなかったわけかい。よく考えたら、タクトさんが覗きなんてするはずないですよね。あれ、この前の雑誌どこにやっちゃったっけ。この前はバニラさんだけいらっしゃいませんでしたから、改めてチェックするのがそうですわ。そうなんだけど、おかしいな。ここのマガジンラックにちゃんと入れておいたはずなんだけど。他の占い方法でも構いませんが。ダメよ、だってあの星占いの的中率 100% なんだもん。だって占い通りにタクトと思いがけない場所で出会ったんだし、きっとあんたは私の。なんでもないわよ。紅茶もらうわね。やっぱりランファのやつかなり意識してるようだね。例の意外内政と急接近という占いですわね。何か言いましたか、タクトさん。うるさいタイヤはほっといて、ダッシュダッシュと。やっと見つけたわ。それじゃあ、早速バニラのこと占ってあげる。教えてちょうだい。第一水亀座です。第一水亀座ね、うん、
よ。今いいとこなのに。やっぱりそうですわ。ここをご覧ください。注意書きに、この占いはトランスバール政権の住人のみに当てはまりますと書いてありますわ。どれどれ。あ、本当だ。対象者が星系を移動してしまうと星の座標が変わってしまうので正しい占いができません。あらかじめご了承くださいですって。ちょっと何よそれ。どういうこと。つまりその占いはエルシオールでは無効ということです。ってことは今までの占いは全部嘘っぱちだったってわけかい。嘘でしょ。私本気で信じてたのに。困るわよそんなの。ランファ、急に大声出してどうしたの。ねえランファ聞いてる？もしもーし。ランファ、ランファったら、おーい。私ちょっとめまいが。お先に失礼するわ。ああ、よろよろしちゃって相当ショックだったんだね。何、心配しなくてもすぐに良くなるさ。立ち直るのは早いからね、あの子は。人はなぜ占いを信じるものなのでしょうか。未来への不安を少しでも沈めるためというところでしょうか。その気持ちは理解できますわ。まああまり振り回されすぎるのも困るけどね。どっちにしてもこの先どうなっていくかなんて分かりゃしないんだし。あの、なんでランファー走って行っちゃったんでしょう。おやおや、全然事情が分かってないのが一人いるね。はい。ミルフィーさんは先日の占いを信じているのですか。占い？どんな結果だったっけ。もう忘れちゃった。そうですか。それより私お腹減っちゃった。ケーキでも食べようかな。あんたらしいね。そうですわね。え、どうしてみんな笑ってるの。ああ、タクトさんまでニヤニヤしてる。みんな何がそんなにおかしいの。ねえってば。